こちらのヘビはボールパイソン。おお、早い早い。よいしょ。この子はちょっと大きめなんでね、大きめのネズミを餌にします。加え直そうとしてるのかな、飲み込みやすいように。そうだね、上手に食べれるかな。私も上手に食べれるかな。意外とね、つぶらな瞳をしてるんですよね。この下顎が大きく開くことで、一見口よりも大きそうな生き物を食べることができるんですね。おお、もうほとんど飲み込んできたね。
らせることでネズミを